骨抜きご飯部で奥手なハンキュバスにハートをください。星に。クソ激烈に難易度の高い漫画であり、E3 マスト代くらい難しいネタであり、よくこの漫画連載しようと思ったな、と思える漫画。主人公の JK はおっとりしている恋愛とかわからないしあまり興味のない感じの JK。その JK があるとき落雷を食らって体中がボロボロになるアクシデントに見舞われる。そこにたまたまいた偶然のサキュバスに体の半分をサキュバス化する応急処置をしてもらったことで、なんとか生きながら得ることに成功する。この漫画のサキュバスは毎日推しからそいつのことを好きな性欲を頭から発散させて摂取しなければならないという、制約があり、毎日の食事を怠るとダメをベラするという設定。ここから好きでもない男子に媚を打って頭からハートを出してもらって、毎日食事をしなければならないというクソ難しいシナリオが始まる寸止め漫画。メインキャラのメスのキャラデザだったり性格デザインがクソよくできているし、疑似的に裸になるシーンでもクソ気合の入った作画をしているし、サービスカット多めの職人漫画。実用書としても申し分ない出来だが、好きでもない男子を何個か作って、しかもそいつらが主人公に惚れないようにコントロールしなければならないという綱渡りのシナリオの作り方がとても優秀であり、読者のヘイトを買わないヘイトコントロールがお上手。この漫画の主人公は疑似的に読者の恋人だから、他の男子とくっつくというのはイコール読者の恋人が寝取られるということを示唆しているので、そうすると読者は離れるから、寸止めしないといけないので、そんな感じのシナリオが大変難しい実用書。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。